高木真理君。はい、えー、立憲民主社民の高木真理です、えー。どうぞよろしくお願いいたします。えー、まずはじめに日米宇宙協力に関する枠組み協定について質問をさせていただきます。 政府は本協定の締結により、日米間の宇宙協力のさらなる迅速化および効率化が見込まれる旨を説明をしています。本協定を締結した場合、日本の宇宙政策の自立性と、米国との協力を両立していくことが大切であると考えますが、どのように両立を図っていくのか、政府の方針を伺います外務省市川総合外交政策局長。お答え申し上げます。 わが国の宇宙政策は、宇宙開発戦略本部が、宇宙の開発や利用を総合的、計画的に進めるために策定した宇宙基本計画に基づいておりまして、国際的な協力による宇宙開発も、このわが国の宇宙基本計画を踏まえて、計画、実施してきているところでございます。また、本協定は、日米間で個別の宇宙協力を実施するにあたりまして、当該協力を行う実施機関が、 作成いたします実施取り決めをですね、日米政府それぞれが承認し、または確認する仕組みを規定してございます。えー、こういうことで、我が国が当該協力を実施することが不適当と判断する場合には、当該協力には参加しないこととなります、えー。従いまして、我が国の宇宙政策の自立性、 これを引き続き維持した上でで、すね、日米間の宇宙協力に関する基本事項を定める本協定が締結されることで、ですね、今後のさまざまな日米間の協力を実施するための手続きが迅速化し、ひいては協力も効率化するということが期待されるところでございます。高木真里君。はい、えー ありがとうございました。本日の議案には、サイバー犯罪の国際条約などもありますが、以下、残りの時間で、日米宇宙協定と同じ日米間条約であります、日米地位協定の運用の観点から、さまざま人権に起きている問題について質疑をさせていただきたいと思います。 この質問するきっかけになっているのは、まあ、今日傍聴席にも来ていらっしゃいますけれども、キャサリン・ジェン・フィッシャーさんです。オーストラリア国籍で日本に来て40年、先日、高良議員の質問の際にもいらしていたので、皆さんのご記憶にもあろうかと思います。2002年4月、横須賀基地で、公務外の米軍人から性被害に遭いました。被害者であるのに、神奈川県警はジェンさんに長時間拘束するなど、まあ、ひどい扱いをしています。 横浜地検は理由を明らかにしないまま加害者を不起訴処分ジェーンさんは民事に訴え東京地裁は暴行認定損害賠償命令が出ましたしかし米軍は犯人を除隊帰国させます賠償金は支払われず犯人は行方しれずになりますその後ジェーンさんは執念で犯人をアメリカで見つけ アメリカで、えー、東京地裁判決の履行を求め賠償額の問題ではないと1ドルをかけて2013年勝訴します相手が米軍人で地位協定に関係なければこれほど大変な思いまでしなくて済んだはずです ジェーンさんはその後も性被害撲滅に向け声を上げ続け、さまざまな活動を続けていますが、な、ま、ん、あ、といっても実現をと望んでいるのが日米地位協定の改定です。16条の日本国の法令を尊重しの表記を、まあ、遵守しと改めてほしいと訴えています。ジェーンさんが持っている、えー、戦後米軍人 から性被害や殺人の被害などとなった女性の名前を書いたとても長い紙があってそれを見せてもらったことがあります、えー、一人一人からの、えー、悲鳴が聞こえてくるようでありました、えー、彼女の活動は長くなっていますがこの問題は全く進んでいません、えー、そもそも問題のあった1952年の日米、えー、行政協定をほぼ引き継いでいる1960年の日米地位協定はその後一文字も改定されていません えー、かつ地位協定の内容とは異なる合意議事録による運用がなされていて、問題だらけであります。まあ、私も地位協定の改定は必要と思っていても、えー、沖縄の皆さんがあれだけの思いで頑張ってきても変えられないのだから、無理なのではないかと諦める気持ちがどこかにありました。でも それは違います。これは沖縄だけの問題ではありません、基地問題でもありません、この国の人権意識と主権の問題だと思います、全国民が自分の問題として考えるべき問題だと思います。そこで伺います 資料をご覧ください、えー、米軍人、米軍族の犯罪が全国の犯罪に比べて多いか否かについては比較できないが政府の立場であります、しかし、えー、資料をご覧いただけると、起、え、訴、ー、率では、えー、米軍人、米軍族においては、強制わいせつ同致死傷、強姦同致死傷で、2011年から2020年までの10年で、それぞれ約12.5%、11.1%です。 同じ分類で国内では43%、40.6%であります。起訴率が低い理由は何でしょうか。またこれらの罪名で起訴後に判決を履行することなく米軍が帰国させているケースは10年で何件あるかお答えください。法務省大臣官房保坂審議官、えー。お尋ねの期間におきます。お尋ねの在住の起訴事員と不起訴事員の合計に占める起訴事員の割合につきまして。 全体のものと米軍構成員等のものを比較いたしますと、後者の方が低いというのはご指摘のとおりでございます。最も この起訴不起訴の割合といいますのは、個別の事案ごとの検察官の判断の集積の結果でございますので、その違いがある理由について一概にお答えすることは困難でございます。いずれにいたしましても、検察におきましては、あくまで法と証拠に基づいて適切に対処していると承知をしているところでございます。続いてのお尋ねについてでございますが、その2点目の、米軍構成員等が、こういったまあいわゆる性犯罪のいずれかで起訴されて、 実刑判決が確定した後に刑の執行を受けることなく、米国に帰国したという事例につきましてのお尋ねでございますが、当局、私ども刑事局において把握している限りでは、そういった事例はないというふうに承知をいたしております高木真理君。 はいあの刑事のじ、えー、事件のあ、えー、判決の後はないという今お答えだったかと思いますけれども民事の後あの起訴をしないでそして、えー、民事で、えー、判決が出ても、まあ、返してしまうという事例が、まあ、実際にジェンさんの件で起きているわけですねで、えー、と昨日のレクではそれは把握されてないということでありましたけれども そういうことではあの普通に裁判を受けるという権利すら保障されないということになりますそしてそもそも既存までについても問題がありますえ、95年の日米合同委員会合意に基づいて殺人強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては米側の好意的配慮により既存前の 金移転要請が認められることになりましたでも、これまで6件の要請にとどまっており、5件認められただけです。どんな事件でも、そもそも身柄は普通に日本側にあるべきだと思います。凶、え、悪、ー、犯罪の被害に重い、軽いはありません、えー。日本政府に重大な関心を寄せてもらえなかったら、軽く扱われるというのはどういうことでしょう。なぜこれだけしか要請件数がないのか、併せてお答えください。 外務省大臣幹部宮本参事官答え申し上げますえまずあの、我が国で米軍人等が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行った場合には、えー、それら被疑者の身柄は米側ではなくて日本側が確保し続けることになります。一方で、被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、えー、日米地位協定に基づき、日本側で 控訴がが提起さされれるままで米側が公勤を行うこととされていますその上で、1995年の刑事裁判手続きに関する日米合同委員会合意によりまして、殺人、強姦等の犯罪で、我が国として重大な関心を有する者について、起訴前の公金移転を可能にする道が開かれまして、実際にこれまで5回、起訴前の公金移転が行われるなど、運用上の改善が図られてきているところでございます。でこの起訴前の前を可能とする枠組みは NATO の地位協定や米韓地位協定には存在いたしませんで、米軍が駐留している国の中で、日本のように米国との合意に基づいて基礎前の交近点が何度も行われている国があるとは承知しておりません。いずれにしましても、そもそも米軍人等による事件・事故は、地元の皆様に大きな不安を与えるものでありまして、あってはならないものであると考えております。今後も米側に対してさまざまな機会に事件・事故の防止の徹底を求めてまいります。 高木真理君はいあのやっぱり犯罪被害者に重い軽いないんですよね、なので、これは確かにこの公金移転を要請できるようにしたということは、一歩前進であったことは確かなんですけれども、それですべてではないと、その先にやはり進んでいただかなければ困る、えー、ということだと思います。えー 次に移りますえ。地位協定から始まる問題には、この刑事事件に関する取り扱いの問題のほかにも、基地周辺での航空機の騒音問題、超低空飛行による危険、部品落下や墜落の問題、基地の土壌汚染による環境問題といろいろあります。 いずれも国内で大問題になるような案件、そして国内なる法規制によって発生がそもそもないかあっても処罰される、差し止められる、あるいは規制の強化に向けて政治行政を動かすことができるはずですが、えー、地位協定があると何もできない。 私はこれら被害を受けている人に起きていることは、沖縄の問題でもなく、基地問題でもなく、普通の国内法制によって救われないという人権侵害だと思いますが、その認識はあるか伺います林外務大臣、えー。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、えー、在日米軍は日米安保条約の目的の達成のために必要な訓練や、 部隊の運用をを行ってていいるという,ふうに認識をしております、まあ、その上で政府は沖縄をはじめとする地元の負担軽減に全力で取り組んできておりまして、えー、在日米軍再編また米軍の運用や日米地位協定をめぐる問題についてこれまでも米側とさまざまなやり取りを行いながら事案に応じて効果的にかつ機敏に対応できる最も適切な取り組みを通じ一つ一つの具体的な課題に対応してきております。えー、例えばこれまで累次の日米豪 委員会合意を通じまして、日米地位協定の運用の改善を図ってきたことに加えて、2015年には環境補足協定、2017年には軍属補足協定、 協協定定補足協定を締結しておりますまた、1995年の刑事裁判手続きに関する日米合同委員会合意によりまして、殺人、強姦等の犯罪で我が国として重大な関心を有するものにつき、起訴前,前の公金移転を可能にする道が開かれ、先ほどご質疑いただいたところですが、実際にこれまで5回起訴前の公金移転が行われるなど、運用上の改善が図られてきております。そもそもも米軍人等による事件,事件 これは地元の皆様に大きな不安を与えるものでありあってはならないものであります今年1月の日米2プラスにおきましても私から地元への影響に最大限配慮した安全な運用や早期の通報を含む事件事故での適切な対応につきまして米側に改めて要請し日米双方は 緊密に連携しししていいいくととうこをを確認をいたしましたま今後も米側に対してさまざまな機会に、事件事故の防止の徹底を求めてまいります高木真理君。はいあの、人権問題であるというところには、正面からあのお答えをいただけなかったなというふうに思うんですけれども、これ、人権問題であるというところから出発しないと、えー、解決されない問題だというふうに強く思っています。 ちょっと時間が大変あの足りないので通告を少し飛ばしますけれども運用改善で、えー、今まで政府の立場としては、まあ、今のお答えもそうでしたけれども、えー、やっていくというようなあの対応していくという、えー、ご答弁は出ているわけですけれども私はやはりこれを改定をしていかないとなかなか改善できない問題が横たわっていると思っています。 日米合同委員会の合意は全て公表されていませんしたびたび守られていないことが問題になっていますでなぜ合意が守られないかということについては、えー、2015年のアメリカの国務省 公表の地位協定に関する報告書では合意を担当するのは、えー、国防省統合参謀本部アメリカのですが両省とも地位協定の担当部署の人数はごくわずかしかおらず配置転換もあり引き継ぎがしっかりされていないことが理由に挙げられていますまた米軍受け入れの窓口は各国のアメリカ大使館ですけれども大使館員は地位協定に関する知識がないまま配属されているとのことであります、まあ、こうした背景を踏ままえると非公表も含め複雑になってしまった た合意ではなく、きちんと明文化した協定に必要事項を書き込む、改定する必要があるのではないかと思いますが、ご見解を伺います。林外務大臣 この日米合同委員会の合意実行や議事録でございますが、日米双方の同意がなければ公表されないということになっております。これは日米間の忌憚のない意見交換や協議を確保するためでございまして、すべて公表してしまいますと、日米間の率直な議論を阻害しかねえないためでございます。他方、日米地位協定の運用を含むさまざまな外交上のやり取りにつきましては、国民の皆様に丁寧にご説明する観点からも、最終的に日米間 間で一致するに至った合意のうち公表できるものは公表するよう努めてきております、えー、公表されている日米合同委員会合意や議事録は外務省ホームページ上で閲覧することが可能であります、えー、また合同委員会合意は協議を通じて 日米両政府間で一致を見た見解であるため、日米両政府はこれに沿った実施運用解釈を行うということが当然にま想定をされております。政府としては、これまでも日米合同委員会の場を含めて、米側とさまざまなやり取りを行いながら、事案に応じて効果的にかつ機敏に対応できる最も適切な取り組みを通じまして、一つ一つの具体的な問題に対応してきているところでありまして、今後もそうした取り組みを積み上げて対応していきたいと考えております。 高木真理君はいあの、そのような運用でやっていてあの、合意が守られないことなどが不具合が起きるで、その背景がこういうものだから、もう改定しなければいけないのではないかということで、えー、伺ったわけでありました、えーと、本当に時間がないのでごめんなさいあの、えー、最後に通告していた質問の方に移ります。<laughs> えー、私はこの ドイツやイタリアも同じ敗戦国でありながら改定を、えー、していますでこれは、えー、事情が違うので比べられるものではないという、まあ、あの状況のご答弁がある、まあ、ものかとは思いますけれどもこういうのを変える時というのはまさに、えー、日本が米側に対えー イタリアとドイツの場合ですね、えー、協力度合いを強めるというタイミングで、やっぱり引き出してくるというのが、その改定の経緯でありました。それから行くと、私は本来であれば、えー、防衛費を2倍にするという今回の、えー、NATO 並みという決定、まあ、 これを決断するのであれば、ここのときに地位協定の改定、これもぜひ交渉をすべきだったのではないかというふうに思いますが、そうならなかったので、残念であります。で、えー、質問は、アメリカは地域協定によって、軍人、軍属を含めたアメリカ人を守ろうとしているわけです。 そして協定は両者の合意ではありますけれども日本は戦後のとても弱い時期に元となる行政協定を結んでいて日本に不利な内容はほぼそのまま変わっていません。えー、憲法9条のある日本では安全 保証も兵務的で肩身が狭いというかもしれませんが、相応の金銭的負担も、自衛隊の実力もついているので、私は言うべきことは言えるはずだと思っています。アメリカがアメリカ人を守るために必死なように、日本政府には日本人を、そして日本に住むすべての人を必死に守ってほしいと思います人権侵害が起きないいようにしてしてほわけです。 これ以上地位協定というレールに乗っていたら犯罪被害者がそのまま悲惨なところに行き着いてしまいましたというようなことはなくしてほしいんです。それができるのは政府しかありません。ぜひ目をつぶらずに不作為のまま時をやり過ごすのではなく改定に取り組んでほしいと思いますがご見解を伺います。林外務大臣 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、この在日米軍は、日米安保条約の目的達成のために必要な訓練、また部隊の運営を行っていると認識をしております。その上で、政府としては沖縄はじめとする地元の負担軽減、これに全力で取り組んできておりまして、在日米軍再編、 米軍の運用や日米地位協定をめぐる課題について、米側と連携して一つ一つ前に進めてきております。えー、日米地位協定につきましては、さまざまな見方があるということは承知をしておりますが、政府といたしましては、これまでも米側とさまざまなやり取りを行いながら、まあ、事案に応じて効果的に勝つ機敏に対応できる最も適切な取り組みを通じまして、一つ一つの具体的な問題に対応してきており、今後もそうした取り組みを積み上げて対応していく考えでございます。高木真理君。 はい、今までの取り組み、ご努力があることもえ分かりますけれども、それでは足りないと思いますので、ぜひ、えーはいはい、あの改定を望みます、終わります。